はい、どうも皆さんこんにちは。今回はですね、セファロタスを皆さんにご紹介していきたいと思います。まあ、以前植え替え動画を上げて、まあ、知ってる方もいらっしゃるし、最近チャンネル登録してくださった方で、まあ、ハエトリソウとかウツボカズラ育ててるけどなんじゃこりゃっていう方ももしかしたらいらっしゃるかと思うので、まあ、改めてね、ちょっと私のやっぱ一番好きな食虫植物ですので、このセファロタスについてお話しできたらなと思いますので、気になる方はぜひ最後までご覧ください。それでは紹介していきたいと思います。まずはじめにですね、簡単にセファロタスの、まあ、特徴みたいなところを説明していけたらなと思います。まずですね、セファロタスっていうのは、一家一族一種っていう難しい、分類をされているんですけれども、簡単に言うと親戚がいないんですよね。まあその身近な例で言うと、ハエトリソウっていうのは、まあ、確かモウセンゴケか、実はモウセンゴケの仲間だったりするんですよっていう風に、まあ、いろいろこう仲間がいる中で、セファロタスっていうのはこう仲間がいない植物として珍しいよねなんていう風に言われています。で、オーストラリアの南西部でしたかねのみ自生している植物で、かなり珍しい植物かななんて思ってます。で、こちらよくウツボカズラと間違える方がいるらしいです。確かに見た目は結構ウツボカズラっぽいですよね。まあおっしゃる通りで、ウツボカズラと同じ捕虫方法で、まあ、落とし穴式ってやつなんですけれど、ちょっとウツボカズラと比較してみてください。はい、毎度おなじみこのウツボカズラくんです。はい、まあ相対の違いを見ていただきたいんですけれども、セファロタスの方はですね、ご覧の通り1個のまあ、成長点から長く、名前なんて言うんですか、ちょっとわかんないですけど、長くこう枝みたいなのがあって、先からこう袋が出るっていう感じに対して、ウツボカズラっていうのは、まあ、ここが成長点で葉っぱがあって、この縦の葉脈の先につるがあってつぼがつくっていう風に、まあ、詳しくよく見てみるとね、結構違うんですよ、こう見ると。ただやっぱり間違いやすい理由もあって、こう蓋がついている、こっちも蓋ついている、襟がちょっとギザギザしているなんかで、まあ、見た目で結構間違える方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないですが、全く別の植物ということになります。はい、で先ほどお話した通りなんですけれど、基本的にセファロタスは1種類のものしか存在していないですが、まあハエトリソウとここは一緒で、まあ少し特徴のある変異を持った株なんかだと色が変わったりだとか、袋の大きさが違ったりだとかっていう風に、いろんな種類があったりします。こちら2つとも違う種類で、こっちは普通のセファロタス、こっちはハマーズジャイアントといって、大型になる品種になっております。襟の部分も若干異なるんですけれど、私は最近集め始めたばかりなのでちょっとまだ分かっておりません。牙の部分も結構違ったり、内側の模様もね結構色が濃かったりしています。はい、ということで、まあざっくりセファロタスの説明はこんな感じかなって感じです。続いて、育て方についてなんですけれど、結構厄介な部類に入るかななんて私は思ってます。特に初心者の方結構枯らしがちです。私も結構枯らすというか、最初にそのなんで枯れるかの説明をすると、もう単純にこれ植え替えとか環境の変化、急激な植え替えだったり環境の変化にすごい弱いんですよね。こちらすっごい調子良かったセファロタスなんですけれど、植え替えをしてご覧の通り
一番上の成長点がこんな感じで枯れ込んでおります。しかしですね、こういうふうにちょっと脇をぐるっと見てみるとこんな感じで新しい成長点がいろんなとこから出るんですよ。この子ってこう茎、根茎みたいな太い根があって、その脇から生えてくるんですよね。またそれも変な植物だなって思ったりするんですけれども、こう枯れてるように見えて実はしっかり生きてるよっていう。こっちも同様です。成長点、一応この子の場合はトップの成長点は動いてるんですけれど、今成長が盛んなのはこの脇ですね。見えます？でこうこんな感じで毛目じゃらの補充葉が今できようとしております。はい、ということでまず1点目は環境の変化にとっても弱いよってところです。で、まあ、管理方法なんですけれども、水苔に植えてあげて窓辺の明るいところで、ポンと置いておけば意外とそれだけで成長したりします。ただですね、一応湿度が高い方がいいです。いいんですけれども、湿度が低くても育てることができます。まあ湿度についてはですね、だんだん湿度を下げていって上質の環境でも育てるように少しずつ慣らしてあげると、それでも簡単に育つようになるので、もし上質で育てたい方はだんだん湿度を下げるために、まあ、例えばビニール袋に少しかぶせてあげて少しずつ袋を開いていくだとか、まあ、ペットボトルの中で育てる方は、まあ、ペットボトルをだんだんこう蓋を開けたりちょっとずつ湿度を下げながら上質に戻していくっていう作業をしてあげると、まあ普通に窓辺に置くだけでも成長させることができるかななんては思ってます。我が家では結構甘やかし気味なので、湿度は高めに設定して育てております。で冬についてもまああまり気にする必要なくて、外で育てる場合はちょっと厳しいとは思うんですけれど、屋内でしたら凍らない程度の寒さなら全く問題なく冬を越せるし、冬の間もうまく管理すれば成長もさせることできるので、そこら辺なんかはね一年中楽しめる植物かななんて思います。はい、といったところで、まあ、簡単にセファロタスの特徴なんかをお伝えしました。あ、そうだ、もう一個これ普通の葉っぱ、これ補充葉って感じで、セファロタスって2種類の葉っぱを出します。でちゃんとこの2種類出す条件みたいなのもあって、日光が少なかったりあまりにも湿度が低かったりするとこっちの葉っぱしか出さない場合があります。日光をガンガン当ててあげて、まあ直射日光も当てすぎは注意ですけど、で湿度も高めてあげるとこっちの補充葉っていうのを出してくれます。ここら辺結構私は悩んだポイントだったので、もし袋がつかない方なんかは LED ライトとかで補光をしてあげて少し光を強くしてあげるともしかしたらつくかもしれません。はい、これで OK ですね。っていうのでセファロタスの管理方法はこんな感じです。さあ最後はちょっとセファロタスの魅力をぜひ皆さんにお伝えしたいと思いますので、一緒に見ていきましょう。まずはですね、可愛くないですかこれ超可愛くないですか。なんかペットみたいな感じで、これ見えます？よーく見ると毛が生えてるんですよね。これがまた可愛くて、でき始めの袋、これですね、結構毛がすごくて真っ白い毛玉なんですよ最初。だそれがだん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 大きくなるとこういう風に綺麗な袋をつけてくれます。であとはやっぱりこのかっこいい牙ですよね。これ内側が返しになっていて、虫がこの中に入るとなかなか出られないよっていう仕組みになっております。これがまた気持ちいいんですよ、触るとツルッツル
で、あとはですね、群生するとすごく可愛い、かっこいい、植物かなって思ってます。これまだ植え替えたてといったのあれですが、まあ、購入して間もなくて、セファロタスすっごい成長遅いんですよ。なのでちょっと長い目見てあげないといけないんですけれど、ずっと育ててるともうモリモリに鉢いっぱいに袋がついて、超見応えのある植物になっていきますので、セファロタス育てる方はね、もう鉢の上にセファロドンを作るようなイメージで育てていってあげるとすごく楽しいかななんて思います。はい、あとは色ですね。私結構セファロタスに関しては緑よりも濃い色が好きなんですよ。例えばこっちのセファロタスはもともとこういう緑色が強かったんですよね、こういう緑ですが、まあ結構ガンガンライトを当てることで古いセファロタスはこんな感じで日焼け日焼けセファロがたくさんできていて、これがまたかっこいいんですよね。黒光りしていてツヤッツヤなんですよ。でちょっとこの赤みを帯びてる感じのセファロタスが私は結構好みです。はい、で育てる環境で全く色だったり、あの葉っぱ出す葉っぱの形、葉っぱの形はそんな変わんないかもしれないですけど、が変わってくるので、育てる方のね、腕の見せ所で結構いろんな姿を見せてくれる植物かなっていうところも、楽しいところかなって思ってます。はい、ということでいかがだったでしょうか。ぜひ初心者の方、もしくは食虫始めた方にセファロタスを、育ててもらいたいななんて思ってます。購入方法だったりは、ホームセンターで激レアとしてたまに売られていたりします。見つけたらもう即買いでいいと思いますので、もし見かけた方がいらっしゃいましたら、購入してみることをお勧めいたします。育て方についてもしわからないことだったりがあったら、まあ、一応私は まだ枯らしてないで育てていることができているので、分かる範囲で お伝えできればなって思いますので、どしどしコメントお待ちしております。セファロタス育ててみたい、かっこいいと思った方、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。はい、それでは、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。